道徳公園は愛知県名古屋市南区道徳新町にある公園である。1821年の功能、和全前基地による開拓を記念した和全前基地を聖徳碑が立っている。1925年、尾張徳川家が所有していた道徳前神殿が名古屋山橋倉庫に売却された後、宅地などとともに開発された。1928年には、 皇太子殿下五皇誕記念事業公演の一つとして議決されている。当初は現在の道徳通まで広がる敷地と池を持っており、1927年にはその半分近くを貸し出す形で、現在の名古屋市立道徳小学校創立と名古屋市立大江中学校創立あたりに、薪のプロダクションチューブ撮影所が設立され、中根2列実録中心蔵が撮影されるなどしたが、 牧野肖像の死に伴い閉鎖された。現在の道徳公園は1931年頃に開園し、約10年かけて整備された。園内にあるクジラ池のクジラ像は1927年に、ご遠くは五郎の手で作られたもので、名古屋開譜400年を記念して2010年に行われた夢名古屋400事業でグランプリのドエリア大賞に選出され、 2011年には、市の認定地域建造物資産に認定されている。開園と時を、同じくしてカフェ、玉月洋食堂などが並ぶ道徳銀座通りができ、名古屋屈指の繁華街として、南部工業地帯で働く労働者の憩いの場として、賑わった。道徳地区にはかつて道徳観音山という人口の月山があって、その場所が、 道徳公園だったとの誤解が一部にあるが、実際には、金傍の観音公園の隣にあったものである。ありがとうございます。